日本を代表するトラックメーカーである帝東和の変名プロジ。エクト・スイート・ロバーツ・アゲンスト・ザ・エム。アチネ以下、スラトムが16年ぶりに再始動。3枚。目となる最新アルバムを日本コロンビア・ベター・デイズよ。リリースすることが発表された。3と題された今作は、前。作2枚にも参加していて、メタ5のメンバーでもある砂原。よしのりと、かねてから帝東和と交流のあるバカリズムの3人組。となって、再出発する。エレクトリックなミニマルサウンドを基調に。バカリズムによる言葉の世界をミックスしたラウンジサウンドとなっている。帝東和は全く新しいコンセプトの数位。ポロボッツアゲインストザマシーン3をぜひ聴いてください。一人の移動中でもパーティーの BGM でも新しいカフェミュージック。苦でも何でもいいですし、以前のアルバムは聴かなくても全然大丈夫で、とコメントを寄せている。3は7月18日水曜日に、CD と LP の2形態同時リリースされる。他、帝東和コメント全文、そもそもスイートロバーツアが、インストマシン略して、スラトムのファースト、スウェイ。エロバーツ・アゲンストマシンは、SO。ウント・ミュージアムというセカンドソロアルバムのスピンオフで、した。セカンドでいきなり3枚組は重いよなぁと思い、ソロとは別。と、スラトムのデビューアルバムを2枚組で出しました。今思う。うと、ファーストがびっくりするほど売れたので、プレッシャーから。の逃避、自我の解放だったのかぁと。セカンドの、とは。てではもう、ソロでも、スピンオフでも何でもいいや、つー。アルバムでした。これもある意味、アルバムタイトルに吾輩は考え、ルアシである敵自我ができてます。そんな前作から16年、な。んかまた急にスピンオフしたくなって、今回サードアルバムではめ。バーガカズトから3人組に増え、3です。僕はずっとばかり。3のワンアンドオンリーな笑い、ダウンタウンクルー以降の代。ファンなんですが、バカリさんとは、バカリ東和で4から5年前か。ラなんか、やりたいですねって話してて、やっとタイミングが来た。つーか、やっと縁が来た、つーか。今回は、言葉を使ったばかり。さんがリード役なんです。砂原 P とは今やメタ52。バンド仲間なんですが、スラトムファーストから全然一緒にやってました。実は2人でシラッと配信オンリーのミニアルバム A。ラインメントなんてのもやったっけ。マシュビート。ショップにてまだ買えますよ。ウサギにも角にも全く新た C コンセプトのスイートロボッツアゲンストザマシーンさんをぜひ聴いてください。カズトの移動中でもパーティーの BGM でも新しいカフェミュージックでも何でもいいですし、以前のアルバ無は聞かなくても全然大丈夫で、僕は新型アシッドミニマルラウ
二次なんとか、もしくは20年後のレア珍版だと思ってます。こののコメントはうちで業務提携している AI が自動生成しました。とあてアルバム情報、タイトル、サン・スウィート・ロバーツ・アゲンスト・ザ・マシン発売日、2018年7月18日、水曜日発。売り元、ベター・デイズ、日本コロンビア CD 定価。3240円税込み、3000円税抜き、ココビー。マイナス54,263LP、2枚組、定価5,940円税込み。5,500円税抜き、5波マイナス9,335/6HP。http://columbia.jp/sratm/